都内某所赤坂見附に来ております。本日はですね、なんと私の親愛なる友達の砂ザメさんが何やら用があるということで私の今呼び出しをいただいた状況でございます。一体何が起きるんでしょうか。すごく楽しみです。それでは行ってまいりましょう。砂ザメさん、はい、いやー行こう。赤坂、すいません、はい、すいません、もう先走ってるんで気持ちがね気持ちが早い。いや、まさかあの集合の時に赤坂見附という、まさかそんなところに呼び出しを食らうとは思ってませんでしたよ。しかも真央くんね、うん、食後のデザートも買ったんですよ。後で食べよう。これママのチョコレートじゃないですか。そう、ま、これ結構高いチョコレート。マジでどうしたの。ちょっと後で公園で食べよう。待って、これ告白する気でしょいや、今日はちなみに今から何に行くんですか、砂沢さん。いや、これもカンジャンのケジャン。カンジャンのケジャン、あとヤンナムなケジャンも。ヤンニョムのケジャンもあるんですか。これね、うん、あんまこのね、うん、に慣れてないから、うん、ちょっと恥ずかしい。俺ちなみに一回ポケカでね、撮ったからね、もうあの恥を捨てるということは覚えてやっちゃう。結構思ったよりもその声量が大きかったからちょっとびくついてるところがあるもっと大きい声出そうか。いやいやいや、はい、行きます。砂沢さん、これかい。これだよ。プロなのかい、カンジャンケジャンじゃなくて。そうそうそう、アマではないです、プロです、ね、プロですか。重要です。王様のブランチでも世界弾丸トラベラーでも紹介されたこのプロカンジャンケジャンをいいのかい。好きなだけ食べて。おかわりもいいぞ。はあ、行きましょう。すげえ。上にしろって、ね、あの私が一番嫌いなこのねありがとう。うわー、すごい泡の量だ。でも7対3だ。よいしょ。やばい、カメラアンドに動かしちゃった。一応乾杯。乾杯。ありがとうございます。あー、マジで楽しみだわ。あー、うまい。超楽しみ。あー、砂沢さん、もう我慢ができない。憧れに憧れ、待ってよ砂沢さん。でも、でも言ってください砂沢さん。もういつでも、いつだって言っていいんだ。もう団長の早くゴーが欲しい。うわ、いいよ、行け。いや、ちょっと揉めたら怖いんで、ミュってやって。ミュッと、ミュッとやる。ああ、そのまま口でジュルだよ、ジュルだよ。そんな目、うまい。マジで、マジで3枚も使ったな。なんてことだ。じゃあもう回してよ、早く早く。いいんですか砂沢さん、いただいちゃって。このいわゆる打ち粉と言われる伝説のやつが美味しいところを、これをこれをミュッてすんの。はいはい、ニュッとして。ニュッ、あー、もうジュルッといっちゃう、はい、いただきます。憧れの、うんー、もうあの味わったことない味だよね、これ。なんかね、うん、なんか例えようがないっていう、うん、憧れのご飯に乗せたやつ。おお、入れすぎちゃった。ああ、もう取ってる場合じゃねえ。マオさん、カンジャンケジャンどうでしたか。最高でしたね今あの赤坂の坂で2人で座るという、もうカップル以外やらない公園のベンチに座るってすごい久しぶりのムーブだわ。いや、なんかね、あ、砂さんのお尻にハンカチ敷いてあげればよかったしましたそうだね、地下で座ってるからね。でも実際食ってみたけどさ、なんか食ったことない味したよね。あれは確かになんか例えられなかった。そう、何これって、え、すっげえ、なんか最初何これってなったの、びっくりした。最初で、あの、うん、結局ヤンニョムケジャンの両方食べました。いや、そうなんですよ。 ありがとうございます。個人的にはどちらがお好みでしたか。やっぱカンジャンでしたね。カンジャンですか、うん、あ、でもそれ正直ね、自分のカンジャンケジャンだった、うん、ヤンニョムも美味しかったんだけ ど、うん、なんか香辛料が強いから、うん、そっちの方に結構持ってかれてた感もあった。うん、うん、あの、なんか、ま、うん、あなたがパワー系すぎてさ、あの、うん、カニの甲羅をうまく破けないっていうのが、なんかあのこのぐらいの爪があって、で中に身が入ってて、砂さんがパキって上手に割ってて、うん、やるなって思ったから、俺もミミミミミパンってやったら、あのカニの歯が炸裂して、あの手からあの思った以上に血が出て、そうだね、そうそう、ちょっと引くぐらいって、ね、ちょっと引くぐらい出てて、あ、砂ザメさんちょっと引いてるって思って、やばいと思って、まあ、正確には砂ザメさんと店員さんが引いて、店員さんが引いてて、店員さんにすいません、
おしぼりよって言ったら店員さんがあのなんと絆創膏くれて、そう、そうだって、うん、店員さんも血だらけの、うん、血だらけのおしぼりびっくりしたわ。いや本当にね、あれは迷惑かけちゃって申し訳なかったです。本当に、でも店員さんもすごく優しい、すごい優しい、めちゃくちゃ優しかった本当に。なんかいろんな意味で、うん、なんか思い出に残るやつ。でもまあうまかった。そう、カニの爪をこう破壊しようとして爪を破壊されるっていう。そう。一生いっぱいだよね今のところ。一生いっぱいだった。まあ食ってやったからねこっち。まあ、いやでも本当にうまかったわ。いやあれを気まぐれクックはいつも食ってるのかと思ったらね。いやなんかいやうまかった本当。ご飯とのシナジーがえぐい。また、うん、また行こうマオ君。やばいっすセカンドシリーズを俺でも俺一回連れてってもらったからしばらく何も言わないよ。しばらく何も言わないよ。そうだよ、明日言われたらびっくりするわ。普通に砂染さんなんか真央さん生放送でカンジャン系じゃんですけど焼肉って言ったのにお誘いがないなって言ってましたよ。今度はあの割り勘で、割り勘で、割り勘で、まあまあ普通に食べに行こうということで、あちょっと真央さんあの冒頭に言った通り、はいはい、あのあこいつか、そうそうそう、これあるんでちょっと後でね、はい、まあ、食べようかなっていう。あじゃあぜひ、じゃあ続き食べるのは砂ザメチャンネルで。あごめんちょっと自分のやつで撮っちゃっていい、これ、うん、あいいよ。あじゃあちょっと後で食べよう、この公園のベンチで、はい、はい、デートです。ということで砂ザメさんとご飯行ってきたよー。